スペックや価格はテスラモデル3に近い。車も携帯も新しいもの、珍しいもの好きの皆さん、こんにちは。6月25日に日本で正式発売されたばかりの中国 BYD の導入第3弾モデルとなる。シール、シール、528万円に先行試乗してきたのでご報告です。シールは、アットさん。 圧倒450万円、ドルフィン363万円に次ぐ日本導入第3弾モデル。何を隠そう担当は2022年に3モデルの日本導入が発表された時。シールだけは導入が実現しないのではとタをくくっておりましたごめんなさい。というのもシールは D セグメントのスーパーカー風スポーツサルーンで。 価格帯は500から600万円台と日本でもプレミアムな価格ゾーンに入ります。いかに BEV の販売台数でテスラに次ぐ世界第2位の BYD とはいえ、ブランドイメージが定着していない日本で、ニッチなモデルを売るというのはリスキーな気がしたのです。そんなシールのリアルな競合モデルはやはりテスラ、モデル3でしょうか。以下、 価格やスペックなどを並べてみます。価格、シール、RWD パイプ五百二十八万円四百九十五万円、導入記念仙台限定特価。シール、AWD パイプ六百五万円五百七十二万円、導入記念仙台限定特価。モデル三 RWD パイプ五百三十一万円、ロングレンジ AWD。 パイプ6219000円。ボディサイズ。シールパイプ全長×全幅×全高パイプ 4800×1875×1460mm。モデル3パイプ全長×全幅×全高パイプ 4720×1850×1441mm。EV 航続距離。 シール RWD パイプ 640km シール AWD パイプ 575km モデル 3RWD パイプ 507km ロングレンジ AWD パイプ 605km これは結構かぶっているかもシールは導入記念として仙台限定の33万円引き特価としていますが モデルさんを意識した可能性もありそうです。2023年1月に BYD が日本で販売開始してから、2024年5月までの全モデルの累計台数は2277台。アットさんやドルフィンより上級クラスの BEV セダンを1000台限定というのは、1年では売り切れない台数にも見えます。 大画面インフォや音声認識のみなぎるガジェット感。さて、市場会場での第一印象は結構キャラが濃い目というもの。バンパー左右に配されたリップイルミネーションと呼ばれる波を。イメージした LED の4本ラインもそうですが、元アウディのウォルフガングエッガーが。手がけたつるっとした流線形デザインは遠くからでも目立ちます。 信号待ちでは対向車のドライバーがポカンと口を開けて、視線を送ってくるようなシーンにも出くわしました。自動でポップアップする格納式ドアハンドルを開けると、インテリアはさらに大胆。黒のナッパレザー製シートはダイヤモンドキルティングとパーフォレーション加工が施され、見ても座ってもリッチな気分が味わえます。 A ピラーが太めなのは気になりますが、低いシートポジションと包み込むような形状のシート、ハイテック感のあるインストルメント、パネル類と巨大なガラスルーフの組み合わせも悪くありません。前席はシートベンチレーションも装備、ステアリングもヒーターがつきますが、調整は手動でした。メーターは10.25インチのフルデジタル。 そしてダッシュボード中央に置かれた担当のノート PC より大きな15.6インチのタッチスクリーンは中央に回転可能で耐久性は気になるもののガジェット好きにアピールそのタッチスクリーンではエアコンやシート調整を皮切りにステアリングやブレーキの調整も可能なドライブモードやアンビエントライト トランクや窓の開け方、速度リミッター。ヘッドアップディスプレイの表示など、実に多くの調整が可能。これまたちょっとしたゲーム感覚で好きな人はハマりそうです。音声認識もついていて、例えば、はい BYD、助手席側の窓を半分開けて、といった自然言語も理解します。 聞き取ったドライバーの言葉がかなりの変換精度でスクリーンに表示されるのもお見事。ただしラジオやアーティスト曲名のリクエストなどよく使われそうでも通じないケースもあったので OTA のアップデートに期待しておきましょう。濃厚なゲーム的世界観ガジェット好きドライバーへ。 クリスタル風の AT スイッチを D に入れて走り出すと、まずは国産モデルよりフォントの大きなヘッドアップディスプレイが好印象。この手の輸入モデルには珍しく、ウインカーも日本式の右側です。ただし一般道でも速度警告アラートが鳴るのと、その停止設定がイグニッションオフで毎回リセットされるのは、 これまた OTA のアップデートに期待したいところ。街中のドライブはガチッとしたボディや静粛性の高さなど高級 BEV らしさがあります。ステアリングはセンター付近がわずかにデッドでその先の反応はシャープ。19インチの体型タイヤは路面の細かな凹凸に追従しつつ、 少し大きめの段差では硬さも伝えてくるスポーティーな味付けとなっていました。この感覚は比較的速度の高い領域でも同様、BEV らしい滑らかな加減速や挙動をベースにしつつ、ドライバーに伝わる感覚にどことなく、デジタルと表現したくなるフィールが混じるのがサイバーパンクです。 AWD モデルで箱根の峠道を走ってみたところ、高パイプ 312PS,360NM、全パイプ 217PS,310NM のモーターパワーによって、踏めば急な上り区間でもワープしたように次のコーナーが迫ります。前後車重配分は50コロン50。 前がダブルウィッシュボーン、後がゴリンクの足はほぼゼロロールで。切り込めばどこまでもノーズが入っていきそうな。これまたゲーム風味あふれる運転感覚が味わえたのでした。豊富な装備や先進 UI でコスパ高だがハードルもある。というわけでそろそろまとめです。BYD シールはその端正なエアロフォルムから。 想像する以上にガジェット感やゲーム感が濃厚な BEV でした。見どころの多い内外装デザインや、スマホ感覚の使い勝手に共感するユーザーの注目度は高そうです。そしてコスパ。高リン動モデルであれば、CEV 補助金を差し引いた実質価格、導入記念価格は460万円で、 例えば、クラス下のリーフ E プラス、FWD、G グレードの同条件の実質価格498万4400円を余裕で下回ります。車格はもちろん、めぼしいハイテク機能や、豪華装備がほぼ全部入りであることを考えても、検討する価値はあります。一方、 中国 BYD というブランドの日本における本格的な認知はこれからという段階で、スポーツセダンというニッチなカテゴリーの500万円級 BEV がどう受け入れられるのかは未知数、品質やサービスへの評価もまだ定まらない中、購入検討ユーザーには様々なハードルもあるでしょう。 BYD は2025年末までに日本百拠点を目指して急速にディーラー網を構築中で6月6日時点の実店舗数は30イベントや CM を通してメディアや一般ユーザーとの交流も盛んに行うなどブランド浸透への本気度も感じさせます思えばファーウェイやシャオミのスマホはもちろんのこと 今やモバイルバッテリーや充電器ではアンカーがトップブランドとして評価を盤石なものにするなど日本でもガジェット好きユーザーの間で中華ブランドは一定の信頼を獲得するようになってきました果たして BYD のブランドイメージの牽引役となるシールは日本市場にどう受け入れられるのか 今後の動きにも引き続き注目です。